はい、こんにちは、谷内です。いつも動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画はですね、前回ですね、上腕二頭筋でポジション変えたら動きやすいですよっていうね話をさせていただいたんですけども、そのちょっと補足動画というか、まあ足りなかった部分がありますんで説明させていただきます。はい、この前やったのはですね、この起死と停止があったら、これ停止部の肘ですね、肘屈曲、上腕二頭筋の停止、はい、筋肉が最後についている方の位置関係で、筋緊張をコントロールしてたんですけども、この起死部、はい、こっちが、上腕二頭筋長頭ですね、長頭っていうのは長い頭って書くんですけど、こっちの上側についている方も、場所でコントロールすることができます。でどうするんですかっていうと、こういうふうに持ち上げて、そしたらここが近づきますよね、この距離が。そうすると一番上腕二頭筋というのは動かしやすいです。ちょっと映像で分かるか分かんないです。これ柔らかくなってるじゃないですか。これここに置いたら、肘同じ角度だけどここに置いてこう動かすのと、こっちに曲げといてこう動かすのだったら、まあ、明らかにこの肩を内転、水平内転させた方が動きやすいですね。これは起死部の、筋緊張が緩んだからということになります。はい、なんでね、こうやってこんな 手伸ばした状態でこうやってマッサージしてなんていうのは、まあ、これも素人のやることなんで、プロである皆さんはやめてください。はい、はい、いかがだったでしょうか。上腕二頭筋の起死部ですね、起死部の位置を変えて、筋緊張をコントロールして、やりやすいポジションを取るという動画でした。はい、チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、何か質問ありましたらコメント欄に書いてください。またそういった技術のことだとか学びたい方は、メルマガで詳しく情報発信してますんで、そちらの登録もお願いします。概要欄に、リンク貼っておきます。はい、それじゃあありがとうございました。